はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。ということで今日もやっていきましょう。ポケットモンスターサン&ムーンシングルレーティング、よろしくお願いしまーす。ということで今日使うポケモンはこちら、メガチャーレム。ということで、なんか予告なしにふわっと配られてしまったこのチャーレムナイト、皆さん受け取りましたか？受け取ってない方はぜひポケモンのホームページ、公式ホームページに行くと合言葉があるので、それでぜひ受け取っていただきたいなというふうに思います。メガチャーレムはまだ一応シーズン3では使えないようなので、レートでは、今日は潜れずにフリーで潜っていきたいと思ってるわけなんですが、まあ、とにかく特性ヨガパワーっていうのがあんまり知られてないんですけど、これ凶悪な特性でして、まあ、簡単に言うと攻撃が2倍になるっていう簡単に言うとね、なんで超絶物理アタッカーなんですよこいつ。ましてや飛び膝蹴り死念の頭突きとか、割とこう環境的にもそれならにいい感じに刺さってそうな技も覚えますし、タイプ1で打てますし、何よりこいつの強さは技範囲の広さですね。三色パンチも覚えるし、猫玉も覚える、バレパンも覚える、フェイントも覚える、岩技も覚えるし、まあ、格闘エスパーも覚えるし、もうね、正直カスタマイズ性めちゃめちゃ高いんですよ。まあ、ただ唯一のウィークポイントはやっぱりそのメガ進化のメガ石を使わなきゃいけないっていうところがあるので、そんなに使われてなかったですけど、第6世代の頃も。まあそれなりにと、強さは折り紙付きということなので、今日はちょっとこんなメガチャーレムを使ってうまく活躍できるような試合を取っていけたらなというふうに思ってます。で、今日はまあフリーなので、ちょっとまあ適当に並べましたすごい適当に。久々にビビオンちゃんもちょっと並べてみました。こいつのね、きついところは多分タイプでわかると思うんですけど、ミミッキュなんですよ。ミミッキュが超きついんで、ミミッキュさえどうにか抑えればこいつは活躍できると思います。という感じで今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いしまーす。ほう、まあなかなかそれなりのメンツは揃ってますけど、意外とメガチャーレムが綺麗に刺さってないですか。え、どうなんだろう。鉄火ではさすがに各位置で持ってけれる火力はないよな。さすがに倒壊じゃ厳しいですよね。いくら飛び膝つったって、ヨガハパワー飛び膝でも。でも他は、レヒレ以外は、レヒレ以外は多分ほぼ全員各位置で持ってけますよね。多分ね。なんで、メガッチャめっちゃ刺さってるんで、一応その鉄火ゲアのケアだけをちゃんとできればそれでいい感じ。鉄火ゲアとレヒレですよね。レヒレが飛んできやすいっすね、このパーティーだと。結構レヒレが来やすそうなので、レヒレをうまくこねくり回せてたらビビオンでいけるんだけどなぁ、みたいな感じですよね。でもそう考える、あ、でもまあ一応、大爆発の、あれはなくはないんで、いけなくはないのか、ゴローニャ。自信ない。めちゃめちゃ自信ないんですけど。いや、ビビオンちゃんの方が良くないか。ビビオンちゃん使いたいんですよ。ケケさんとのコラボ実況の時にビビオンが、統一パンの時に2000中2000とも左上いたじゃないですか。オーラスの時もそうだったんですけど、独統一に対してビビオン超投げにくいんですよ。マジで。特にケケさんに対して。バレバレなんで方も。身内読みめちゃめちゃ発生されるんで、毎回だってビビオン読まれるんで、ビビオンのためにこいつ入れます。絶対言われるんで。投げたいんですけど、投げられないんで、投げます。さあ、まあ、とりあえず、だし、そうっすね。まあ、ヘドバックで落ちるんで、こっちも、どうする？ヘドバックの毒考慮します。ヘドバックの毒考慮するか否かでここ立ち回り変わるんですけど。で、考慮するんだったら、オーロラベールで全然いいかなって感じなんですけど、一応、ごめんなさい、もちろんタスキにしました。タスキにしました。言い忘れました。タスキにしました。粘土よりタスキの方がいいかなっていう。まあ、それぐらい、こう、メガチャーレムの思考速度早いので。まあ、オーロラベールから入りますか。毒考慮して、毒の3割考慮して、オーロラベールから入ります。多分本当は、ね、オーロラベールから入らずに、レードあたりから入って、で、オーロラベール2ターン目で貼るのが、一番オーロラベールをこう、綺麗に貼れる方法なんですけど、まあ、いかんせん毒っちゃったらそれまでですからね。はい。ヘドバク、それより、もしかしたら、あ、ですよね、ですよね、ですよね。ですよね、はい、はい。まあ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 。まあ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 。まあ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 、どっちにしろ。まあ、どっちにしろいいですよ。まあ一応やることないので、レード打ちまーす。はい。当たらない、いいです、OK です。むしろ当たっちゃうと、メガチャーレムの、あ、ナイスおー、よくやりましたね。
いい、その毒引きやりますよ。よくやった。いいサポートした。それはいいサポートした。逆に残っちゃうとそれはそれなんで。じゃあ行きましょう、チャーレム。さあ、これであとテテフさえなければ、多分もう、全抜き体制、整ってるんじゃねえのって言いたいところなんですけども。さあ、見せてあげましょうか。メガチャーレムの強さを。いいですよ。バックで、あれですよ。鉄火剣が来ても、おっと、引っ込める、あれですよ。悪事キングとか飛んできても、レヒレ!ほー、レヒレで受けに来ましたが、よろしい、ならば戦争だ。いけ、メガ、特防なら大丈夫、特防なら大丈夫。ミストシードって何だったっけなって一瞬頭の中にハテナが浮かんだ。いけ、メガチャーレム。そのヨガのパワーで、相手を蹴散らすんだ。思念の頭突き、うおー、ファイヤー。もう、まずまずだな。さあ、しかし、このレヒレ、メガチャーレムで受かってないですからね。さあ、しっかり当ててくれよ。頼むぞ。この、全抜き試合を見せてやれ、メガチャーレム。オッケー。さあ、レヒレトッパー。まず一つ。さあ、誰が残ってるかな、裏に、そうですね。海流なのか、チャーレムなのか、チャーレムじゃないわ。さあ、誰なのか。バナナ。まあ、ただしかし、チャーレムもチャーレムでそんなに耐久が高い方ではないので、一発外すと、それはそれでね、なかなかね、戦況が逆転しかねないので、まあ、あれですよね。生倉刃、まだ引く、アークジキン、ほう。チャーレムさん相手に悪事キング先輩とかなかなか、あれですね。挑戦的ですね。これ飛び膝の方が入ります?いや、レパンでも多分落ちるとは思うんですけど、飛び膝いきます。見ててください、私の足を。おらーん!おわちゃーん!粉々。HP が何百あろうとも粉々です。さあ、ラス1へ。メガ不思議バナー。もうこれは、あれですね。相手も唖然としてるでしょう。これがメガチャーレムの強さなんですよ。この技範囲の広さ、受けられるパーティー、今の環境、なかなかいないですからね。対戦ありがとうございました。すごいスカッシュマッチ。なんだこれ。やばい。こんなスカッシュマッチポンと取れると思わなかった。強いでしょ。ほんと技範囲広いんですよ、こいつマジで。そこがこいつの強さの秘訣。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いしまーす。もう右下以外超可愛い。このパーティー超可愛い、マジで。めっちゃ可愛い、右下以外。マジ右下は、マジクソ。クソとか言っちゃいけないでしょ。どうしようかな。右下いなきゃすごい俺褒めてるのにな。これでもちょっとあれですよね。相手、なんかちょっとこっち壁張りにくさめちゃめちゃありますよね。壁の張りにくさがすごくあるので、ちょっと初手ドリュから入ろうかな。結構ピカチュウとかも来そうだし。そうっすね。ちょっとメガカイロスがちょっと厄介だな。メガカイロス意外と厄介だぞ、これ。メガカイロス厄介なので、ちょっと待って、メガカイロスちょっと苦しそうだからゴローには投げざるを得ないかもしれないってなるとメガッチャだから、こうなると今度あれですよね、ちょっと待って、マジで鬼氷マジ本当に、鬼氷マジ許すマジ。マジ鬼氷なかったらこの性質全然いいんだけどな、どうしようかな。行きますか。対戦よろしくお願いします。マジすげえさ、もう、あれだよね、ピカチュウキングラーの並びとかさ、もう初代アニポケ勢からしたらもうテンション上がるじゃないですか。ね?上がりません?ピカチュウキングラーリザードンっすよ。マジで。テンションめちゃめちゃ上がるでしょ。そこにケンタロスも30匹並べてほしいぐらいですよ、僕は。さあ、リザー。まあ、雰囲気的にはリザワイチックですけどね。なんかね、初手からまあ出てくるし。なんかまあ、ただヒデニン2体入ってるのもどうなのかなわかんないんですけど。まあ、でも初手から入ってくるんで、メガリザなんじゃないかなって感じでーす。思考停止岩流れ。スカーフ、タスキ、考慮されるか否かですけど。まあでも言うて、岩技、一貫性はありますからね。リザ、ワーイ!さあ、
むやみやたらに突っ込んでくると、ドリューズ先輩の前では、痛い目見ますよ。はい！あ、トイトイ。からの、岩なだれ、ポン！うらぁ！はい、さあ、岩なだれを打つことにより、ここで鬼氷の起点を作らないプレイングをしっかりしていく。で、カイロスが、まあ、メガカイロスじゃなかったら怖くないので、カイロスだったら全然いいので、まあ、そんな感じですよね。で、まあ、おそらく鬼氷いるんじゃないかなと思って行動しないといけないので、鬼氷がいるパーティーには。キングラーか、どうしようかな。キングラーか、ゴロニャ捨てていいっすか。ゴロニャ捨てていいっすか。いや、まあ、もしものこと考えて、ドリューズの愛兵を取っておきたいんですよ。そのね、なんでゴロニャを捨てます。ゴロニャ捨てて、メガッチャでいきます。はい。さあ、キングラーは意外と侮れないですからね。あんまり放置してると嫌な動き方されますからね。風船で浮いている。クラブハンマー、はい、さよなら。あ、クラブハンマー、弱くね。え、クラブハンマーってこんななの。こんな、あ、左、あ、そうか、左状態か、だから、そうか。左状態は、そりゃ確かに、水技はそんな感じになるので、で、裏が、ピカ様とかがここでポンと飛んでこないことをひたすら祈るんですけど。いや、ピカ様いない。ピカ様いない。絶対鬼氷。オッケー、クラブハンマーなら、大丈夫。よし。急所に当たらなければ何の問題もない。さらばだー。おー、久々に見たな、この、アローネ・ゴローネの大爆発。オッケー、相打ち。さあ、ラス1ですか。鬼氷でしょうね。さあ、これメガチャーレムと鬼氷対面とかしたくないんですけど。したくないけど、でも僕はここでメガッチャで綺麗に蘇っていきたいところではありますよね。さあ、ラス1は、あ、カイロス、あ、マジで、あ、じゃあ勝ちですね。だってメガ進化できないし、上取れてるんです、スカーフでドリルで。8ですね。オッケー、なんだ、そんな、いや、ごめんね、なんか、鬼氷のこと、ああなこと言っちゃって。申し訳ねえっす。メガ進化しないんだったら死ねんでいいですね。申し訳ねえっす。ゆうせいくん、申し訳ねえっす。いや、やっぱね、鬼氷は、やっぱ、添えるだけでいいですね。性質誘導ができますからね。ピカ様を左上に置いてるトレーナーに悪いトレーナーいないですから。死ねんの頭突き、助けか、ワンチャン助けも、おっと、暴れる。あ、でもやっぱ、あれっぽいですけどね。やっぱ雰囲気的には、じゃあちょっと命中安定でいきましょうか。死念の頭突きは、命中不安定なので、霊パンで、まあ、多分落ちると思うので、大丈夫だと思いますが、霊パン打ちましょう。はい、対戦ありがとうございました。ポーン。サードウェポン、霊パン。ね、多分ね、三色パンチは、霊パンがいいと思いますね。鋼には言うて格闘技通りますし、ライパンが打ちたい相手には大体格闘も、エスパーどっちかは通ると思うのでねって感じで。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、天敵が来た。第6世代、なぜメガチャーレムが、環境にはびこれなかったのかの最たる例がやってきましたね。そして、現環境トップのあやつもいますね。いやー、なんかこの辺りにね、メガチャーレムってちょっとこう、まあ、弱いというか、まあ、割とちょっとちゃんとこう作ってあげないと逆に勝てないので、そこがね、ちょっとメガチャーレムがあんまりこう活躍できてなかったっていう、そういうところではあるんですよね。なかなかそういうちょっと難しいところもあるので、多少はしっかりサポートしてあげたいところではある。まあ、球根で壁張って、メガチャでぶっこんで、ただまあ、アローですよね。やっぱ気になるのはアローなんですよね。アローをどう処すかなんですよ、やっぱりって考えると、ドリューから入るのが綺麗ですよね。アローラ球根で壁張る意味はあるのかって言われると、なくはないけどあるのかな、ぐらいな感じですよね。そうですね。あとはマリルリの微妙な存在感も気になるところではあるし、ビビオンはまあまあ刺さりそうな雰囲気はなくはないぐらいな感じですけど、まあでも、まあ、ストレートに選出してみましょうって感じでしょうか。対戦よろしくお願いします。相手の初手は、マンムカテテフ。まあ、マンムデステロ巻いて全抜きっていうパーティーにも見えるし、まあ、普通にスタンパって感じもあるし、みたいな。さあ、キューコン。まあ、逆に言うと壁は多分張れるでしょうね。アーローが、挑発とか、
持ってない限りね。どうしようかな。どうしようかな。老眼挑発とか持ってない限りはね、って感じですよね。挑発、どうしようかな。ここどうするべきだと思います？僕一回これドリューに引いた方がいいかなって思うんですけど。フレドラ打ってきますかね。でも初手アロー投げてきたってさ、挑発打ちに来たようなもんじゃないですか。だって、どっちにしても逆に言うとさ、次挑発、このターンに挑発打たれちゃって何も行動できなかったら、その次確定フレドラだったと思うので、そう考えるとドリューズ投げは悪くないと思うんですけど、ほら挑発、OK。ね。って思うんで、まあ、ドリを先に投げておいて、で、これであられダメージが、あ見てない！今相手は見てない。今相手は挑発を打ったタイミングでトイレに行ったんで見てないです。そうですね。そうですね。見えすいたなだれ打っちゃっていいっすか？そんな、見えすい、いや、さすがにね。そりゃそうだよね。そりゃそうですよね。マリルリーそりゃそうっすよね。しかも外すんすよね。なるほどね。なるほどね。これはね、悪ジェで三立て体制整いましたね。これはね、まずいですよ。これは、まずいですよね。これまずいっすね。あ、これまずいっすね。ひるみ終わった。なだれ外しは、だいぶ苦しいぞ、それ。はい、オーケー、オーケー。まあ、平等院ですよ。さっきなだれ外してますから、平等院ですよ。だってなだれ当たってたらポンポコできないもん、相手し。危ねえ。こういうところを運で切り抜けていく。平等院ですから。これは平等院ですよ。悪ジェ落ちるかな？さすがに落ちる。耐えるギリ。はい。危ねえ。で、お盆、よかった。よかった。本当にひるみ引いてなかったら負けですね。さあ、ただ、そうなると、ここはちょっとさすがに引かざるを得ないので、一回引きますか。悪事悪事で、チャーレムなんか落ちそうな雰囲気がムンムンしてるんで、ここ一回ドリフ引きます。で、死に出しで最後アローに合わせれば、一応、上から9割で勝てるんで、っていうか、取っとかないと逆に言うと、アローでブレバで負けなんで、まあ、これは引くしかないですよね。だから逆に言うと、ここで壁張れなくなっちゃうので、ちょっと単数的には若干苦しい部分ではあるんですけども、うん、まあでも、仕方ないかな。勝ちを拾いに行くんだったら、この立ち回りは、するべきなのか。まあ、もう一旦前に、いや、それもないな。うん、それもないですね。半分だからね。さあ、くじでしっかりかわして、あられが止んでしまうが、ここで、まあ、ムーンフォかな。まあ、ムーンフォ打っとこうかなって感じですか。あ、ここ風でもよかったかな。ここ風で、ここアローバックで、アローの素早さ下げてしまえば、その後のチャーレムに、そうですね。ここ風でしたね。ここ風でしたね。ここ風でしたわ。そうですね。その後チャーレムでもう見れるようになったんで。うん、ちょっとこれは、まあ、無駄足感あったけど。まあ、でも、とりあえず火力が入ればってとこですけど、急所に当たってこれ、で、C が下がるけど、あんまり意味がない。またここタクですね。そうっすね。追い風。論外だったみたいですね、ここ風は。入れたところで、だったみたいですね。なるほど。これ、追い風、え、これ粘っていいやつだよね。レード打つ質、オーバーヒー、耐える、C1 段階下がってたのが、なんか響いた。綺麗に響く。あ、なんか倒す。なんか倒す。たまたま急所に当たってしまって、役割がなくなる。ただ、悪事で、綺麗に、マリルリが一掃できる状態は整っているから、まあ、ここは死に出しはする必要はないので、あ、じゃあ死に出しする必要性が高いので死に出しでいいでしょう？え、ちょっと待って、完全に予定が狂ったんですけど。どうしよう。ちょっと待って、ラス1これテテフだったら負けだよね、これ。いや、
いや、負けですよね、負けですよ。そうでもない、そうでもない、そうでもないけど、そうでもないけど、ちょっとこう不安定感もめっちゃ残りますよね。ちょっとふわふわしてる。ふわふわしてるけど、まあ、とりあえずは死ねの続きでぶっ放していきましょうか。で、ラス1、いや、マンヌー、スカーフマン、いや、スカーフポケだったら負けでしょ？スカーフポケだったら負け、マリルリ引っ込めて、マンダーが出てきて、マンヌーだったら勝って、いや、スカマンだから、スカマンはきつい。スカマンはきつい。で、だから、スカーフだったらもうスカーフ出てスカーフマンも両方無理だから。考えると、じゃあ、マンダがいなかったから、オッケーで、あとは、チャーレムさんが仕事してくれるかどうかみたいな、そういう話になってくる？はい。うん。なるほど。ゴツメマンム。ゴツメマンムで追い風が止むんで、ってことは、勝ちじゃないですか。勝ったんじゃないですか。これは勝ったでしょ。これは勝ったでしょ。これは、いや、五つ目で、五つ目で、違う、つぶて五つ目、あ、大丈夫、オッケー。つぶて五つ目悪事で、落とされたら負けだったんだけど、どうだろう、つぶて五つ目悪事はさすがに耐えそうかな。だったら勝ったかな、ぐらいな気持ちなんだけど、まだだ、どっちにしろこのマリルリに9割をしっかり当てないことには、勝ちではないので、最後のその9割の爪をしっかり詰めてくださいね、みたいな、そういうメガチャーレムさんの最終的な動きですよ。さあ、いや、これ悪事、相手からしたらもう普通に、まあ、じゃ、まあ、滝登り悪事でいいと思うんですけど、あ、でも、滝登り悪事だと、先制技チャーレム持ってる時にあれだと思うので、じゃれつくかな。悪事選択。いや、さすがのパワーですね。しかし、こっちもさすがのパワー。おら、対戦、ありがとう、ございました。いやー、ヨガパワーです。皆さん、これがヨガパワーです。ズン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 。いや、普通にね、強かった。いや、多分、まあ、知られてないっていうのが一番強みだと思うんですけど、やっぱ技の範囲もすごく広いし、まあ、何持ってるかわかんないですよね。で、猫玉今回入れなかったんですけど、猫魂って割とメガチャーレムの中だとメジャーな技なんで、そういったところもだいぶ警戒されるところはあると思うんですよ。タスキとか考慮されて。そういうところまで含めて、先制技もフェイントバレパンあるし、いやもうほんとね、技のデパートなんで、ちょっと皆さんぜひ、メガストーンゲットしていただいて、せっかくだったらメガチャーレム作ってね、ちょっと試しに、シーズン3の間にフリーで遊んでみてはいかがでしょうか。といった感じで今日はここまでです。また明日モッティでした。明日のポケモンどうしようか今すげえ悩んでます。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。なんか気づいたらメガタブンネとメガチャーレムのメガストーンが配布されてたみたいなんで、皆さんぜひポケモンの公式ホームページ行ってもらってください。ついでにメガクチートナイトとかも配られてるみたいなんで要チェック。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。